森谷博明は日本のプロレスラー。森谷が代表を務めたジャパンプロレス2000についても本校で記載する。クリス精神トレーニングジム出身。1983年4月20日、山本高校裏特設会場のシャンフクナガ戦にてアマチュアプロレスデビュー。1995年5月21日、クリスジムで行われたプロレス大会にてクリス精神と対戦して、 プロデビュー。1999年4月、クリス・ジムの同志と、ジャパンプロレス2000を設立し、以降代表を務める。2013年5月5日、プロレスデビュー30周年記念試合で、天竜源一郎とタッグ結成。2019年4月7日、ジャパンプロレス2000設立20周年羽びきの大会では、クリス・ジムの後輩寿司に、タイトル戦で勝利。 4月21日、20周年巧妙池大会では、和林とのタッグで、シーママグニチュード岸和田と対戦し、最後はシーマのシュバインで敗れた。2020年7月1日、ジャパンプロレス2000が解散。個人事務所のエナジャイズプロジェクトを立ち上げた。全日本プロレス、ドラゴンゲート、DDT プロレスリング、大日本プロレス、プロレスリングランズエンド、 プロレスリングフリーダムズ01レッスルマイナス1、ドートンボリプロレス、大阪プロレス、ダブプロレスなどに参戦経験がある。また河内プロレスではアドバイザーを務めるとともに、大計画と称して、他地域のローカルインディーで活動する選手と対戦している。ジャパンプロレス2000は、1999年から2020年まで大阪府を拠点に活動したプロレス団体。 森屋が代表を中西十三がオーナーを務めた。1999年4月にクリス・ジム所属であった森屋、船崎博彦、富安、良、玉田光一、吹本健二、山本厚志福、藤原拓也、川口義弘らが独立し肌上げを発表。5月9日にはビキヌコロセアムにてプレハ揚上げ戦を7月4日に 正式旗揚げ戦を行う。旗揚げメンバーの一人である、船崎は2008年に引退2009年より GM となる。団体旗揚げ後、選手の引退や対談があったが、佐々木剛や、浦野優太、上野智明、道端、武志、西山聖なり、青木逸まれといった選手が入団し団体を盛り上げた。プロレスを通じて、社会貢献をスローガンとし、 片揚げ当初より入場料は無料とした。会場には募金箱を設置するなど、地域密着型のチャリティプロレス団体として活動した。2020年7月1日、解散を発表。表記は公式サイトのタイトルデータベースに基づく、ジャパンプロレス2000に関するカテゴリー。ありがとうございます。